奈子駅は島根県豪津市奈子町にある西日本旅客鉄道3位本線の駅。事務官コードは64万761。島式一面二線のホームを持ち、行き違い設備を有する地上駅。海側のマス寄りに駅舎があり、ホームへは構内踏切で結ばれている。浜田鉄道部が管理する駅。かつては無人駅であったが、 2000年の島根海洋館、アクアスの開業に伴って改装し、週代わり交代制の簡易委託駅として、有人駅化され、特急や快速の停車駅なった。窓口は駅舎を抜けて、校内踏切へ通じる通路に入る手前にあり、車掌が常備しているタイプの携帯型車内券発行機にて、乗車券類を発売、またアクアスの入場券を購入することもできる。 2017年3月時点で、駅掲示時刻表に乗り場番号が表記されており、列車運転指令上の番線番号同様に、駅舎側を一番乗り場としている。1日平均の乗車人員は33人である。2004年度は36人、1994年度は56人、1984年度は154人だった。近年の1日平均乗車人員は、 以下の通りである。昭和50年代後半に2、3回広島駅、東駅間に、ゲ美ビ線、三重線、山陰本線経由で、並子ビーチ号という臨時快速列車が運転された。広島運転区のキハ58系2両を使用していた。特急、スーパー沖、スーパー松風、快速、アクアライナーの隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと。ありがとうございます。